はい、皆さんこんにちは。こちら2021年モデル14インチ MacBook Pro ですけども、今つないでるドッキングステーションはサンダーボルト3のベルキンのやつなんですね。で、まあこれはまあ普通に使えるんですけども、まあ、今回の新型 MacBook Pro はサンダーボルト4がついてるんで、何かねサンダーボルト4のドッキングステーションいいのないのかなと思って、まあ、探してたんですよね。まあ、それでまあどれも高いお値段の中ですね、まあ、今回見つけたのは 18,800円でマイクロソリューションというね会社から出ているんですけども、でこれはサンダーボルト4を1ポートから3ポートに増やしてくれるやつなんでね、まあ、今日はねこちらを M1 Max の14インチにつないだり、あとは M1 の13インチにもつないで試してみたいと思っています。はい、ということでこちら今まで使ってきたベルキンのドッキングステーションは基本的にサンダーボルト3を入れてサンダーボルト3を出すという感じで、まあサンダーボルト自体は並列にはなってなかったんですよね。で、まあその代わりに USB のタイプ A が4機あったりしてるわけですけど、まあ私は最近こうね全然使わなくなってきていますね。でディスプレイはディスプレイポートと、あとはまあサンダーボルトから出したりできるほか、まあ、あとイーサーネットがあったりしますよね。でこれの場合表の方は SD カードリーダーがあったり、まあ、あとは USB タイプ C と A が1機ずつあるというね、まあ、そんな感じですけど、 SD についてはもう MacBook Pro はね本体についちゃってるんでこれより早いんでね使わないですよね。あとはまあイヤホンジャックもこの本体にねついちゃってますからね。ただ私の場合 USB のタイプ C がもうちょっと欲しいなというのがあって、まあそれでね今回ちょっとね別のものを検討していたわけです。まあそんなのもありまして今回はねシンプルなやつを買ってみたんですよね。まあお値段を抑えたかったというのもあります。でこちらがマイクロソリューションのなんですけどね、箱を2倍速で開けていきたいと思います。これなんかね箱の中に箱が入っているというね、二重という感じなんですけども、でこれサンダーボルト4 USB4 のコンパクトドックって書いてますね。 85W の給電が行われるようですね。でこれ、ね、開けていくと、でおおこれね結構小さいですね。こんな小さいんだ。で付属品の方はサンダーボルトケーブルに電源アダプター一式と、まあこんな感じでですね一気にビニールも開けていきますけども、まあ、このような、まあ、3点セット、取説入れて4点セットという感じになるでしょうかね。で本体はね結構小さくて、これ iPhone 13 Pro と比べてもね、こんなような感じなんですね。まあ、この長い辺で言うと iPhone よりも、ね、コンパクトなぐらいですね。まあ、もちろん厚みは2倍ぐらいありますけどね。でポートの方はフロントにこれ入力ポート、そして USB のタイプ A ですね。で裏側が電源と電源ボタンと、あとはこれがサンダーボルト4が3機あるというね、まあ、そんなようなシンプルな構成となっています。で付属のケーブルはサンダーボルト4、そして電源アダプターについてはまあそれなりに大きいのが、まあ、こういったドッキングステーション関係のねアダプターですよね。でこっちが、コンセントにつなぐ方のものとなっています。まあ、今までのタポートのベルキンと比べるとだいぶねサイズの方は違いがありますね。はい、それではね2021年14インチの MacBook Pro へ接続したいと思います。で今回のやつね、なんか他の製品も割とそうなんですが、このフロントエントリーのやつが最近ってドッキングステーショントレンドなんですかね。まあこのように前から入力ですから、どちらかというと MacBook Pro のようなものを開いた状態でこう接続すると、まあすっきり入るのかなという感じはしますよね。で今回はサンダーボルトとか USB-C 接続のディスプレイ2枚が1ポートにまとまるといいなというので購入していますんで、まあ、まずはね一番よく使う 4K1 枚 5K1 枚の状態を試してみたいと思います。でまあこんな感じで今開いた状態の MacBook Pro にこの左側の LG の 4K のディスプレイ、これは USB-C のものをね接続してみました。でそうするとねパッと切り替わって 4K がねまず出力できました。で続きまして今度はサンダーボルト3で接続する 5K のディスプレイですね、これをつないでみました。で少し待っているとねパッと切り替わってつきましたんで、この 4K と 5K っていうのは使えるということがね確認できております。
で、クラムシェルモードもね、試すと、まあ、このままね、引き続き表示されていたので、今日もね、これで編集やりましたが、問題なくね、接続できていましたね。で、まあ、いつもに近い感じで、クラムシェルで置いてみましたけど、まあ、ちょっとね、コンパクトでいいんだけど、フロントエントリーっていうことで、まあ、ちょっとこの入力のケーブルの取り回しが若干ですね、ゴテゴテした感じにはなるんですね。まあ、その点が、まあ、購入前からね、気にはなっていた点でしたね。はい、であとはまあ 4K5K5K だったらどうでしょうか。 5K2 つはサンダーボルト接続です。でこれね繋いだ状態でしばらく待っていたんですけど、残念ながらねやっぱり3枚目の 5K ディスプレイはうんともすんとも言わずに表示がされませんでしたね。はい、で次はね 5K5K サンダーボルト2つではどうでしょうか。でこの場合もですねしばらく待っていたんですが、この場合ねどっちも表示されないんですね。まあそんなんで 5K 以上が2枚以上必要の場合には本体のサンダーボルトポートが必要になってくるということでね、まあ、このように接続すると 5K 2枚でも 4K5K5K でもこんな感じで表示することが可能です。で使うポートについては左側2つでもね表示が確認できておりました。はい、でまあ、使い勝手の方はねどうなんでしょうか。こちら今回 4K5K っていうよく使うパターンで言うと本体のサンダーボルトポート2つ余っていますよね。あとハブの方で1ポート余っています。なんでいつもは繋いでないですけど、このハードディスクのリーダーライターアーカイブに使ってるやつはタイプ A なんでね、ここに繋げばいいし、あとは SSD はここをね背面でも本体でもねどっちでも繋げますよね。なおかつ2ポート余るというね感じになるでしょうか。で SD は Mac 本体にあるから全く問題はないというねとこですね。で今日の編集の様子ですけども、これでもまだね余裕があるんですね。で気になる方がいそうなのが M1 の13インチ MacBook Pro だったらどうかということですよね。で M1 については基本的に外部ディスプレイ1台だけで、サンダーボルト3のポートが左側に2ポートとなっています。でこれをねつないで 4K5K をつないだところ、まあ、残念ながらですね片側しか反応しなくてですね、今は 5K だけが表示されているような状態ですよね。だからまあ本体の能力を超えて表示することはできないというねことなんですね。ただ M1 の場合にはポートがそもそも2ポートしかなくて足らなくなることあると思うんですけど、この外部ディスプレイとしてつないで、でさらにね SSD をつないで、で SD カードリーダーもつないで、まあ、あとはマイクをつなぐなんていう時だとですね、まあ、どうしてもね USB-C の形状が4つ必要になってくるんで、まあ、その場合にはね結構有効なのかなというところですよね。なんで2ポートタイプにつないで使っても、まあ、メリットはあるのかなというね感触を得ています。であとはまあ私の場合 Mac Pro が手元にあるので、これもねつないで試してみたんですね。で Mac Pro も私のやつはサンダーボルト3しか積んでないんですけど、これがね 4K5K1 枚ずつっていうのは今回のミニドックをね介しても表示できていたんでね。でケーブル自体もサンダーボルト3の方つないでみたりもしましたけど、まあ、4K5K は問題なく使えるみたいでしたよ。はい、ということで予想以上にコンパクトでしたけども、まあ一つねこの前面入力フロントエントリーだけはねちょっと個人的にはあんまり好きじゃないかなっていうところでね、まあこのケーブルがね結局前にこう張り出してきちゃうので、まあ、その点がねちょっと残念ではありましたが、ただまあ各社ね同じように前面入力ばっかり出てるんでね、まあ、このマイクロソリューションだけがってわけでもないんですけど、まあ、ちょっとね、私としてはこのクラムシェルで使うにあたってはね、若干ちょっとね、スマートさに欠ける感じはね印象としては受けましたけどね。まあそんなのもあってね、じゃあ横向きにしたらどうかななんて思ってやってみたんですけど、まあこれはこれでなんかまあそんなにスマートでもないのかなっていうのもねあったりはしましたかね。であとはねこんな感じでスタンドの中に仕込んでみたりもしましたけど、まあアップルシリコンね温度上がりにくいですけど、まあかといってね夏場とかどうなのかっていうとね、このドック自体の発熱も考えたりこのアクセスを考えるとまあまあ現実的じゃないですよね。まあそんなんでね、まあこの前面入力フロントエントリーなんで、まあ、こうやって MacBook Pro 開いた状態でつないで使うのが、まあ一番ね、スマートな使い方なのかなとはね、思いましたけどね。はい。で、まとめたいと思いますが、価格の方は Thunderbolt 4製品の中では一番現実的な 18,800 円ですね。まあただね、使ってみて制約もありまして、Thunderbolt 4で並列分岐でも、
このミニドックを介しての合計以上2枚は表示不可ってことで、まあこれについてはね、サンダーボルト4のドッキングステーション、まあ、全般に言えることのようですけどね。なんでその場合には Mac 本体のポートを使う必要があるということですね。まあ、ただ 4K の USB-C と 5K のサンダーボルト3の2枚は可能でしたんでね。まあ、ここで1ポート本体から節約することができます。ただ、まあ、これについてはね、従来型のサンダーボルト3のドッキングステーションでもディスプレイポートとかね、HDMI とか併用で 4K プラス 5K が可能でしたからね、まあ、そこはあんまり変わんないのかもしれないですよね。まあ、このケーブルの太さとか、まあ、その辺が変わるぐらいというところでしょうか。でまあ、導入メリットとしては、まあ、形状が基本的に USB-C で互換性ありますからね、USB-C ポートを増やすという意味合いではね、メリットになってくるのかなと思いますよね。で最後、まあ、これは購入前から分かっていましたが、フロントエントリーが個人的にはちょっとね、残念ってことで、まあ、机の上でね、すっきり見えないんですよね、ケーブルが。まあ、ただね、他のサンダーボルト4製品もほとんどフロントばかりだったんで、まあ、これが気になる方はね、もうちょっといろいろ出揃うのを待った方がいいかも分かんないですよね。てなわけで今日はマイクロソリューションのサンダーボルト4のミニドックを試してみました。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。